ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。湘南ウクレレフェスティバル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 。三浦、横須賀、葉山、逗子、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、大磯、二宮、小田原、真鶴、湯河原。どこからどこまでが湘南と呼ばれる街なんですか？その真ん中にある茅ヶ崎は間違いなく湘南です。湘南ウクレレフェスティバル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 。東京から1時間で来れちゃう都会のパラダイス。箱根、熱海、伊豆、富士山、日帰りできちゃうパラダイス。パラ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 ダイス。お散歩しながらウクレレ弾けちゃうウクレレパラダイス。湘南ウクレレフェスティバル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 。おはよう。4月2日、湘南半ちゃんぽ。パン粉もいるよ、母ちゃんもいる、繁盛もいるよ。ね、4月です。湘南ウクレレフェスティバル開催に向けてね、あと、福島沖地震のね、後方支援も、のためにも4月10日にレレチャリイン茅ヶ崎を、茅ヶ崎ステージコーチでやります。日曜日の、昼間13時からだいたい夕方までやりますんで、ウクレレやる人もやらない人もふるってご参加ください。で、この湘南半ちゃんぽもさ、もう実は100回以上やってんだよね。もう11月末にさ、茅ヶ崎に引っ越してきて、だいたいもう120日ぐらい、4ヶ月ぐらいなんで、そのうちにね、ほぼほぼ、雨が降らない日は、もうほぼほぼじゃない、雨が降らない日はもう必ず来てるんで、もう105、6回かな。こんなね、もう誰も求めていない湘南半ちゃんぽを、続いています。でもね、結構ね、こういうね、自分が、楽しいと思うこと、これ俺楽しいから、毎朝さ、パン粉と半次郎とさ、浜に来て歌う、ね、曲を作って歌うってすげえね、楽しいんだよ。こういうね、自分が楽しいことっていうのはね、多分ね、なんかね、分からんけど、あんまりこうさ、嫌味がないっていうか、ね、押し付けがましくないっていうか、俺みたいなこのさ、圧の強い男が歌ってもまあこう自然に楽しんでるから、なんか続いています。で、実はね、こういうね、こう自然なこの発信っていうのは何かね、仕事にね、つながりがちなんですよ、実際ね。ね、別に YouTube とかさ、こうコメントとかさ、再生数とかいかなくても、何かしら誰かが見て、あ、楽しそうだなこの人と思ってくれれば、それがね、仕事につながる、あ、こんにちは、ずーずーつながるんですよね。いただきます。それで、あのね、だから若者もね、楽しいことをやるといいですよ。ね、この浜での歌からね、また面白い話が来ました。あとね、Facebook とかインスタでもさ、美味しいものいっぱいあげてるじゃん。そうすると、何かしらね、そういう仕事につながることがね、来るんですよ。これがね、私の、なんか知らんけど、楽しい仕事が続く秘訣かなと思ってます。超楽しく発信する、これがね、おそらく唯一の秘訣じゃないかな。ね、CM とかさ、タイアップとか、いろんなものをね、狙って作るんじゃなくて、なんか楽しく、自分がかっこいい、楽しいと思うことを発信していく。それが誰か一人でいいから、それに興味持った人が、その仕事を決めるさ、何かこう、重要な人物だった場合に、何かが動くんですよ。これね、結構重要なことです。私が30年間この業界で、生きてね、
こう身につけたなんかこう心理かなと思っています。4月10日、茅ヶ崎ステージコーチでレレチャリ in 茅ヶ崎やりますんで、全額福島沖地震で被災地で活動しているボンダンジャスティスに全額託させてもらいますんで、ぜひ皆さん、力を貸してください。大丈夫番号ちゃんまだいるからな。ということで今日はこの辺でバイバイ。